メリーナ・ペレスは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー、ディーバ。カリフォルニア州ロサンゼルス出身、WWE の RAW に所属していた。非常に体が柔らかく、両足を180度開脚して、サードロープ下から、リングインするパフォーマンスが有名である。2002年に行われた、タフイナフ3で審査を経て25人の時点まで残る、ものの、 最終選考には選ばれなかった。その後 WWE と契約し、オ米ベに所属する。同じくオ米ベに所属していた、ジョニー・ナイトロ、ジョー・イ・マーキュリーと組み、MNM を結成する。2005年に、MNM として、スマックダウンにデビューしてからは、主に、ナイトロとマーキュリーのタッグ先生のサポートとして、活動する。2006年のジャッジメントデーで、MNM が、 ロンドンケンドリック組に負け、WWE タック王座を失い、さらに、メリーナとナイトロは、スマックダウンを解雇され、RAW へ移籍する。RAW へ移籍してからはシングルでの活動が多くなる。2007年1月に女子王座の第一挑戦者となり、2月には、ミッキー・ジェームスから王座をダッシュに成功する。4月24日にミッキーとビクトリアとの、 トリプルスレッドマッチで一旦王座を奪われるものの、ミッキーと1対1で再試合を行い、王座に返り咲く。5月には、キャンディス・ミシェルと抗争を開始し、6月のベンジェンスで王座防衛に失敗する。その後は、ベスフェニックスと共に、マリアやアシュリーなどと抗争する。2008年5月には、ベスフェニックスと抗争を開始し、ベビーターンするが、6月に骨折し、 戦線離脱する。11月に RAW に復帰し、復帰戦の6人 D バタックマッチを勝利で飾る。復帰後は再びベスフェニックスと交想を繰り広げ、2009年のロイヤルランブルでベスフェニックスに勝利し、3度目の女子王座大冠を果たす。4月のドラフトで王座を保持したままスマックダウンへ移籍する。その後、ミシェル・マクールと交想を開始し、 6月28日のザ・バッシュでミシェルに王座を奪われる。その後も、ミシェルとの交想は続き7月26日のナイトオブ、チャンピオンズで再びマクールと王座をかけ勝負するが、王座奪還とはならなかった。10月12日には、ディーバトレードで RAW へ移籍して、移籍直後にジリアンとのディーバズ王座戦に勝利した。しかし12月末頃のハウスショーで負傷したため王座を返上し、 以降欠場していたが2010年8月の RAW にて復帰。そしてサマースラムではアリシア・フォックスを破り D バズ王座を獲得した。その後からスマックダウンの女子王者のレイクールと構想する。9月のナイト・オブ・チャンピオンズでミシェルとの王座統一戦で敗れ王座から陥落する。12月の PPV 後の RAW でアリシア・フォックスと イブトのトリプルスレッド戦に勝利し、王座挑戦権が与えられた。そして、ナタリアがメリーナに握手をしに行くと、メリーナがナタリアにビンタをかまし、ヒールターンした。しかしメインの王座戦から遠のくと、出番も減り、2011の8月に解雇となった。現在は、女子団体の WSU などのインディーを転戦。プライマルスクリームカリフォルニアドリームラストコール相手の、 背中に乗ってのサンセットフリップ、パワーボムプライマルスクリーム立った状態からのけぞった、相手の首に足をかけてのレッグドロップをし、そのまま足で、ホール WWE、女子王座、WWE ディーバズ王座、WWE プロフィール。ありがとうございます。